はい、こんにちは、達郎です。今回はですね、久しぶりのリクエスト動画です。まあ、リクエスト、まあ、公式 LINE の方でいただいた質問をちょっと動画にしようかなと思って今回しております。内容はですね、公式 LINE 野村さんからのリクエストですね。沖縄移住したいですが、友達や家族と離れるのは不安です。どうすればいいですか、という、シンプルですね、のお悩みをいただきました。これについてちょっとお話ししていこうかなと思います。まあね、沖縄移住って一番引っかかるところなんじゃないですか。仕事とかもいろいろあるだろうけど、やっぱり友達とか家族とね、物理的距離がめちゃくちゃ離れるっていうのはありますよね。この不安どうしたらいいっていう話なんですけれどもね、結論から言うとこればっかりはもうどうしようもないんです。なんて言うんだろうな、やっぱり友達から離れたりとか家族とか離れるっていうのをもう分かった上でというか、覚悟した上でやるのが地方移住だと思ってるんですよね、僕。でもやっぱりその地方移住といえど、陸続きのところに行くのとはやっぱりわけが違うと、海を渡って行く必要があるし、次会おうと思ったらやっぱりこう飛行機乗らなきゃ会えないとかね、いろいろ出てくるじゃないですか。でこの不安って多分離れる不安っていうのもあるし、寂しいっていうのももちろんあると思うんですけれども、他の部分の不安に新しい人間関係の形成がうまくできるかなっていうところが多分あると思うんですよ。友達できるかなとか、知り合いできるかなとかっていうところの不安も多分あるんじゃないかなと僕は勝手に推測してるんですけど、ここの心配はね、いらないと思います。っていうのは、僕は沖縄に来てから一度もですね、友達を作ろうと意識して動いたことは、実際ないんですね。実際なくて、あるとしたら、なんかこう、まあ、あるとしたらっていうか、その友達欲しいなとはもちろん思いますけど、よし、じゃあ友達作ろうって思って動いたことはないけど、友達はできていったわけです。で、やっぱりね、これはもう5年齢にも関係してくるとは思うんですけれども、コミュニティへの参加っていうのをすれば、友達はね、自然、にできていくんですよ。で、まあ、那覇とか、そういう、都市部にね、やっぱりそのコミュニティみたいなのが実際あるんです、たくさん。僕も、そういうのに一瞬入ったりしたことはあって、今はもうどこにも入ってないんですけど、まあ、いかんせんちょっと集団が苦手なもんでね、入ってはいないんですけど、そういうところに入るともうね、移住者の集まりとかもあるし、うちなんちゅうと移住者混合の集まりとかもあったりして、ものすごい友達が増えるんですよ。だそういうところで作るのもできるし、あとそもそも仕事とか始めると職場でできたりするので、沖縄に移住する、地方に移住するからといって人間関係の形成が難しくなるといったことは、一切ないと僕は思ってます。なのでまあ確かにね、地元のお友達、まあご友人とかご家族とかと離れるのは不安だと思います。その不安って多分一人で頑張やっていけるかなっていう不安だと思うんですけど、すごい厳しいこと言うと、沖縄移住っていうのは、まあ俺一人である程度のことはできるっていう謎の自信がないとできなかったりするんですよ。僕は結構昔から一人が結構好きで、一人でなんかポンポンいろいろやって、まあ失敗もしますけどね、やるような人だったので、沖縄に来てから一人でどっか行ったりとか、写真とかもあれ一人でやったりするんでね。今は一人じゃないですけど、まあそういうこともやったりするので、割とね、一人が好きというか、一人の時間が結構嫌いじゃない、好きだぐらいの、スキルを持ってないと、やっぱりその単身で地方に移住するっていうのは結構ね、メンタル的にきついものがあるんだろうなとは、想像できます。ちょっとね、厳しいことを言うと、家族と離れるの、友達と離れるの不安だなって思ってるうちは、移住はまだ実行しない方がいいかもしれないです。それを振り切って、不安だし、心配だけど、まあ、でも沖縄行きたいなって思えるというか、そこ振り切れた時に実行するべきなんじゃないかなと、個人的には思ってます。まあね、沖縄は逃げないんでね。沖縄逃げないですから、ゆっくり考えて、からでも遅くないんじゃないかなっていうのは、個人的には思います。はい、ということでね、今回ちょっとこういうちょっと、まあ、確かにこういう悩みというか、不安を持ってる人は、多いだろうなと思ったので、ちょっと、動画にさせていただきました。野村さん、公式 LINE から、ご相談の方ありがとうございました。まあ、公式 LINE、今、83人、4人ぐらい登録いただいてて、こういう風にね、個人的に LINE を僕に、送ることができます。で、僕はそれにレスポンスは、まあ、8割、9割ぐらいできてるかな。で、こういうちょっと、なるほどって思う、ものは動画にさせていただいたりとか、その場でちょっとお話しさせていただいたりとかしてるので、
まあ、実際もリアルに沖縄移住考えてるとか、あと沖縄すごい大好きなんで沖縄の情報交換しましょうとか、そういうのあれば、ぜひね、公式 LINE ご追加いただいて、ご連絡いただければ、幸いです。はい、ということでね、また、いろいろな質問お待ちしてますので、お願いいたします。また別の動画を見てください。さようなら。